大紀元は中国国内の声を入手していますが、中国市民はロックダウン時の当局の対応を強く批判しています。大連市副計ニュータウンに居住するリュさんによると、ロックダウン中は住民が連絡しても当局の返答はなく、みんな消息を絶っていたようでした。 これは自然災害や内部闘争に次ぐ社会現象です市民は立ち上がり中共を強く非難していますそしてこれは政府の正当性が問われているということですつまり政府とは何でしょうかルソーの社会契約論に照らしてみましょう彼の社会契約とは何でしょうか国民は自分の権利をある程度犠牲にし 政府に権力を与える代わりに自分を保護してもらうということですつまり社会契約論によると国民は犠牲を払う代償として政府の保護を得るのです例えば政府は国民から税金を徴収しますがそれは有事の際に国民を守るためです政府は国民から与えられた権力を使って 個人と社社会会全体にに利益ををもたらすす決定を行いいますこの社会契約論に基づいて国民はどれだけ自分の権利を犠牲にして政府に権力を与えるべきかについては長い間論争されていますさて中国の場合中共が全部を支配し国民は全ての権利を犠牲にしていますこれは中国共産党が国民より正しい決定を下せるということを前提としていますししかし国民はすでに 党の決定がお粗末なことを見抜いています国民は中共によるマネーロンダリングや公金着服を知っています社会契約論からすると中国共産党の正当性と統治能力が問われているのですまた中国の国民はすでに中共が国民の利益など眼中にないことを分かっているので反発を強めていますつまり社会的な契約がすでに壊れているのです